皆さんこんにちは、上岡夫婦です。前回の動画で組んだ下地に断熱材を入れていよいよ塞いでいきます。天井もこれで雰囲気がガラッと変わりそうです。天井の下地も完成して、配線とかもバーッと今一通りやって、夜12時過ぎぐらいまで2人で照明のことを一生懸命考えたもんな。照明って難しいよね。照明って難しい。どれが何個ぐらい必要でとかさ、どんな明るさになるかとか、向きとか位置とかね、考えるの難しいね。そしていろいろやった結果これをこういう風にテストして今置いてます。なんとも斬新な、おしゃれじゃんでもね、こうやってやってみることによって、うん、でお昼朝とか分かりにくいけど、うん、夜やってみたら、うん、やっぱりどれぐらい明るいかとか、そうやね、なんかこう位置とかももうちょっとこっちの方がいいなとか、もうちょっとこっちの方がいいなとか、うん、分かったから、うん、すごい良かったかなね。テストでつけてみてどんな感じになるかやってみるのすごい良かったね。うん、良かった、うん。とりあえず結局ダウンライトに落ち着くっていうねそうやな、いろいろ考えた結果もうよくわからんくなってダウンライトに次は断熱材、そう、断熱材入れて、うん、閉じる閉じる、いよいよ閉じますね、上を閉じちゃう、はい。そしたらまた雰囲気変わるんやろうな、楽しみだな。な、どんどんなんか出来上がっていっとるよね、うん、早くこの部屋作りたい。じゃあ、うん、開封の儀をいいよ取り行いますか。開封の儀、はい、では参りましょう。それでは参ります。はい、開封の儀、開封の儀いきます。どうぞ。いきますどうぞ。いきます。どうぞ。いきます。はい、それではいきます。いきます。うわー、うわすごっ、すげえ、めちゃめちゃ広がる。カンパに入っとる、すごいな、すげえ、こんなカンパに入っとんや、すごいよ。1個あって1枚3メートルあるでしょ、うん、逆、うわパンパン、すげえ、どん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 膨らんでいきよる。おお、こういう感じだ。あ、よく見るやつやな。そうだな、アクリアだからね、うん、すごい長い、長いね。天井に入れていく感じだね。はい、こっちが室内側だから、こっちを下に向けてってことだね、うん、こっちをそうやな、天井の方に向けて入れていく感じだね、うん、じゃあやっていきます。いきます。長いな、長い長い、なんて言ったって2880mm あるから、なんて言ったって意外と大変かもしれない。あっち行っちゃう、こっち行っちゃうやろ、うん、とりあえず乗っけていこうか、うん、どんどん後からがっちり、そうやな。断熱材を施工する際の注意点なのですが、隙間を空けないようにすることが最も重要になります。ですが、私たちのレベルでは、気密性を完全にすることは難しいと思うので、可能な限り隙間ができないよう気をつけながら施工していきます。また、グラスウールを触る際は、必ず手袋をして触るようにしてください。グラスウールはガラスの繊維でできており、素手で触るとチクチクして痒くなってしまうため、手袋は必須です。また、目に入った場合も擦ったりしないようしてください。目が傷ついてしまいます。作業をしていると断熱材の効果なのか気持ちの問題なのか、かなり熱くなってきました。これで天井全体に断熱材が敷き終わりました。できましたね。できました。できましたよ。なんかあったかい気がするあったかい気がする、プラシーボ効果かななんかな、あったかいんよ
なんかな、うん、多分関係ないはずなんだけどね。とりあえず気になるとこだけタッカー打って固定はしたので、うん、大丈夫かなと思います。これでじゃあ石膏ボードを貼る準備はできたわけだね。できた。じゃあ貼っていこうか。貼っていってまたガラッとね空間っぽくなるから楽しみです。楽しみ。天井ってなるやろな多分。じゃあ次は石膏ボード。レイ、今回の石膏ボード貼りのためにボードヤスリを購入してみたのですが、え、こう引くんじゃない？あ、そういうこと？え、こう使う？え、こうなんじゃない？あ、そういうこと？え？こっちかな？そっち？わからん。説明書を見てみよう。そしてこの天井の石膏ボード張りなんですが、想像以上にかなり大変でした。1枚目から失敗をして張り直すことになりました。かなり重くて扱いづらいのですが、合わせてみないときちんと入るのかわからないところもあるので、何度も合わせてみて外して微調整をしてを繰り返しながらつけていきます。上を向いての作業が続くので、腕や肩にかかる負担もかなり大きいです。一日では終わらなかったので数日にわたって作業していきました。天井の石膏ボードも床の石膏と同様、千鳥張りという張り方もあるのですが、天井にはペンキを塗る予定なので今回はそのまま張っていきます。ラストいくぜ。いくぜ。天井晴れました。晴れました。いや、やっぱ上の作業ってさ、うん、手がだるくなるね。そうやな。しかも重いからね、結構一枚。一枚結構重たいもんね。うん、確か11キロぐらいあったはず。だからあとは天井は照明の部分に後で穴を開けてやるぐらいかな。うんうんうん。とりあえず一旦下地完成ということで、いやなんか一気に部屋というか、なんかこう上が閉じたな。閉じたね。結構開放的やったけど、やっぱりこうなんかちょっと圧迫感は出てたね。そうやな。あそこだけちょっと灰が見える感じになりました。ああ本当だね。なのでここにハンモックをつけれたら嬉しいな。つけたいけどどうしようかなって思ってます。うん、ここね、ちょうどいいんじゃない、ここからここで。そうやな、こうやって。ああいいね。一緒こうやって庭に見ながら。ああいいね。いや楽しみ。じゃあ次は壁だね。いよいよ壁。壁です。壁は間仕切り壁を作るから、うん、そこが結構大変かもしれない。そうやな、うん、何もない空間に壁ができるので、うん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 、そこを頑張りたいと思います。はい、早く部屋で寝たい。お部屋で寝たいよ。そうやな。もうかれこれ1ヶ月以上テント暮らしだから。早くだけどね。そう、広い部屋でゆっくりくつろぎたいね。くつろぎたい。いやー、もうちょっとだよ。もうちょっとやな。頑張ろう頑張ろう頑張ろう、うん、じゃあ天井はこれにて一旦終了。これにて一件落着ということで。一件落着。今回ペンキを塗るので、うん、ペンキの色、うん、もうちょっと考えつつやっていこう。